クリミア戦争は、1853年から1856年にかけて、ロシア帝国とオスマン帝国を中心とした連合軍との間で起きた戦争です。いかにクリミア戦争の主な原因を説明します。東方問題19世紀の中頃、オスマン帝国の勢力は衰退し、バルカン半島や国海地域において内部の不安定さが増していました。 このような状況を受けてロシア帝国は南下政策を進めオスマン帝国の領土を獲得しようとしました宗教的な紛争オスマン帝国はキリスト教徒の保護を名目としてキリスト教徒居住地域での宗教的な権利を主張しましたこれに対してロシア帝国は自国が正当な保護者であると主張し キリスト教徒の権利を守るために干渉を行いましたクリミア半島の戦略的重要性クリミア半島は国会に面し地政学的に重要な位置にありましたロシア帝国はクリミア半島を自国の勢力圏に組み込むことで国会へのアクセスを確保しようとしましたフランスとイギリスの関与 フランスとイギリスは、ロシアの南下政策に警戒し、オスマン帝国を支援するために、軍事的な介入を行いました。彼らは、クリミア半島に上陸し、ロシア軍と戦闘を繰り広げました。以上の要因が、クリミア戦争の背後に存在しました。この戦争は、オスマン帝国と連合軍の勝利に終わり、ロシア帝国の南下政策を阻止する結果となりました。 また、クリミア戦争は近代戦争の特徴を持つ初めての戦闘とされ、兵器技術や医療の進歩にも影響を与えました。